トトトンタタタンタタタンタタタタタタンタタ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 タ
とうございます。去年中はお世話になりました。2018年もよろしくお願い申し上げます。パチスロ専門家新之助でございます。さあやってまいりました。2018年一発目の新之助チャンネル動画をですね、恒例の新年の抱負を書き初めにしたためたいと思います。2017年、去年の書き初めは私の記憶する限り楽しいと書いて楽という字でしたね。1年間を通して楽しめたか、楽しんだか、楽しませたか、一番最後の楽しませたかについては、まあ皆さん次第、これをご覧になっている、あとは僕と接してくれている方次第だったと思うんでわからないですけども、個人的には十二分にやりきったのかなという2017年でした。で、今年ですね、2018年ですけども、抱負をしたためていきたいと思いますんで、いきます。下映さないでいいかね。いくよ。なんですよね、筆を持つのが。できました。バン、攻守一体。私今年で45、いろいろと守るものもできてきました。そして45だからこそ攻めていかなければならない年齢にもなってまいりました。この体一つ、攻めも守りもやっていきたいと。初めて4文字熟語なのか、これ攻守一体って。どうなんでしょうね。まあこういう気持ちで1年間通していきたいなと思ってます。はい。そういえば去年ってあれだったよね、ペンパイナアポペンがやってたよね。今年はそういうのないよね。去年2017年の年末ってなんか流行った、なんかトピックスがないですよね。ブルゾンチェミじゃないですか、1年通して。ブルゾンチェミそんな来てた？いや好きだけど。結構社会現象クラスにはなりました。あ、ただそんなでもなくないか、国内って感じですね。うん、ペンパイナポープエンはもうもはや何言ってるか分かんなくなっちゃったけど、あれはもう世界的だもんね。うん、そういうの2017年なかったけど2018年どうなるんでしょうね。楽しみです。パチスロっていうのが世界的に、まあねえな、
ないけど、それぐらいの勢いではちょっと行きたいと思います。はいはい、いう感じでですね、2018年何年ですか？犬です。犬年、ね、頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。今年1年よろしくお願いします。しのすけでした。